はい、インディーズバンドオルブさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイトの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、トイレドボドボドボって言ってんのと入ってるね、これ。すいません、私がトイレ行きたてで、すいません、水溜めてる音がすごいですね。そうそうそう、はい、はい、ということで今回なんですけども、はいはい、まあ、前回石川さゆりさんのウイスキーがお好きでしょと、ホワイトクリスマスっていうのをちょっと聞いてみましたけど、まあここはやっぱり定番である曲も聴いとかなあかんなと。やっぱり石川さゆりさんといえばっていうのはで、石川さゆりさんといえばもうこれ当たり前なんですけども、天城越え、これが、公式の映像でライブ映像ってないんですよ。あ、そうなんですね、うん、だから DVD 買うかなんかしないといけないんですけど、今回音源で、2008年の音源があったんで、お、比較的ちょっと14年前ですね。14年前ですか、まあちょっと近めの音源をちょっと今回聞いてみようかなと思うんですけど、はいはいはい、だからちょっと大人のこう石川さゆりさんの味がこれで味わえるかなと思うんですけどもね、はい、だからこれを聞かないと、そりゃそうでしょ、始まらないということで。それはそうですよ、はい、まだ前回と全然そのね曲調はちゃいますけど、楽しみ、はい、ちょっとじゃあ天城越えを2008年バージョンで、はい、聞いてみましょう。はい、いきましょう。これ好きやねんな、かっこいいね、かっこいいよな。そうですね、最初になんかこの三味線だったりとか、いろんなね、うん、伝統的なこれチャ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 ンってね、かっこええね、俺好きやねんなこういうの。うわー、すごい歌詞、うん、あ、すげえな、ここの抜き方、そう、うわー、えぐいなー、えぐい言うとあれですけど、歌え、これ無理やで、歌えって言われたら、こんな細かく、うん、これよく聞くとすごいよ、変えられへん、無理、ここの細いねんけどちゃんと聞こえる、ちょっと優しい歌い方ね、温かいじゃない、温かいみたいな感じ、うわーうわー、ここの恨んでもってすごいよな、クラクラの方もね、細かい、このね、天城越えのところごっつい拳利かしてやってるのかなって、うん、勝手に想像してちゃうんすよね、ここの恨みでもすごい長いっすよね、これすごいな、ここのクラクラが、うん、ここの裏返しすごいな、天城のとこね、こいつ、これだから天城越えのところ民謡なんですよね、歌唱法が、そう、はい、ということで、天城越え聞いてみました。これこうやってまじまじと聞くとすごい歌やな歌詞
詞が、うん、あの、うん、殺していいですかって歌詞が出てきて、で この歌本当になんか殺したいほど愛してますっていう内容じゃないですか、うんうん、これ歌うの結構大変っちゃ大変なんですけど、うん、でもなんかこう捉えがちなのが憎たらしいっていう思いを前面にぶつけて歌いがちなんですね、うん、あではないんですよ、ではないんですよ、うん、それをちゃんとこの石川さゆりさんって理解されて、やっぱり細かく歌い分けをしてこう感情の揺らぎをものすごくうまいこと表現されてるじゃないですか。これでもその、ね、この一曲の中にいろんな歌唱法入ってるやん。そうでそれまあ言ったら演歌じゃないですか、うんうん、でも演歌に聞こえないんですよ。これなぜかというとほぼビブラート使ってないです、演歌なのに。ほんまや、うん、ほんまや、ほんまや3本前や出ました3本前や出ましたね、ほんまやわあのくどくないでしょ。そうなんですよ、あのだいたい演歌で、うんうん、みたいな感じのところがあるじゃないですか。くどくないのはそこなんですよね。そう だからこの曲調なのにビブラートを入れずに石川さゆりさんが歌った。石川さゆりさん自体があんまりそんな言えない人なんやろな多分、うん、ほんのちょっとだけ入ってるんですけど、ド演歌っていう感じじゃないんで、私なんで勝手に演歌歌手って思ってたんだろうと思って、うん、これを聞いて、ね、これだから歌い方はそこまで演歌じゃないんですよ。ではないですよね。で最後のサビの天城郷へっていうところはもう、うんうん、あれももろに民謡の歌唱ですから、うんうんうん、こうペペッと裏返すでしょ、うんうんうん、喉をね、うんうんうん、もうもろに民謡なんですけど、あそこってなんか普通に歌おうと思ったら、まあ、演歌調じゃないですか。あーってこう、うん、こう拳聞かせて天城言うて、なんかあの裏返す声も結構ダミ声に近いみたいな感じでやるのが抜くでしょ、うん、天城っていうところがあれがえっていう感じなんですよ。そうスッと抜く感じで、そうなんですよ。カバー、いろんな方がカバーされてるじゃないですか、この天城越えって、うん、大体皆さんあそこが、まあ、決めのところや思って、うん、めっちゃ一番力んで歌うんですよ、うん、ほとんどの方が。でも、まあ、本家本物聞くとあれ一番力入れてないですよね。一番入れてるのはあの裏目もっていうところですね。そう、うん、あそこなんですよ、うん、でも確かに一番感情がグッて歌詞の中では高まる瞬間ってそこやなって思うんですよ、うん、歌詞を聞くと、うん、やっぱり違いますねこの読解力いやすごいなと思って、すごい。これだからこの最初の A メロンとことかってすごいか細い声で歌うじゃないですか、ね、か細い言うでも体力は使うんですよ、うんうん、聞こえないといけないから、うんうん、あそこの歌い方と、でその恨んでもっていうところの拳回すところと、うんうん、で天城越えでまたスッとなんか突き抜けるような、そう天城がスコーンっていくじゃないですか、ね、この歌い分けはすごいですね。やばいですよ、うん、なんだった私最初 あのメロディーのところのこうハハハってこう息を多めで出すところってなんかちょっとホワイトクリスマスとかウイスキーがお好きでしたあそこに通ずるところはありますよね、うん、だからねその演歌に聞こえるんですけど全然演歌じゃないんですよね。なんかちょっとポップス入ってますよね要素がね。そうそうそう、よくよく聞くとその歌い方とか歌唱法って結構ポップス寄りの歌い方してる。だからこそ世代超えてこの歌愛されるんだなって思うんですよ。そうこれだからね、そう意外なんですよ、うん、この曲調なのにビブラート入れないっていうこの選択、ね、で最後の天城越えのとこだけちょっと声を民謡風にひねってやってるんですけど、ね、それ以外ってあんまりビブラート入れてくどくは歌ってないよね、うん、っていうのがね、うん、このね歌い分け方がすごいなと思うんですけど、でも本当に一言で言ったら天才やなっていう感じですよ、ですよね。マジで天才。だからホワイトクリスマスウイスキーが何でも歌えるんですよ、ねね、これに全部凝縮されてますよね、うん、本当に、うん、いろんな歌い方を技術がすげえ詰まってすごいですよね、うん、
これでもあの津軽海峡もすごいですからね。そうだったらそうですよね。私、うん、津軽海峡どうやったっけとか思いながら、あれはまた別でやりますけど、あれはねちょっと僕が言いたいところはいっぱいある曲なんで。この天城越え、うん、マジで芸術ですね、この歌唱は。僕だからどっちかというとこの天城越えって演歌ではなく、うん、僕はねちょっとロックに聴いてるんですよ。あイントロなんかこれバチバチロックやんとか思いながら、タタタタタンタタタタタンとかで、あれロメロディーロックですからね。あれあれ前何やったっけな、帰っておいでの歌の帰ってこいよ、あ帰ってこいか、じゃんじゃんじゃじゃんじゃん、あれもロックっぽいじゃないですか。じゃんじゃん、そう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 、あれねロックでやるとめっちゃ合うんすよ。そう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 、なんかマーティー・フリードマンさんとねコラボで確かやってたと思うんです、天城越えって。はそれ聞いた時はちょっと、うん、マーティー・フリードマンがちょっと暴走しすぎかなっていうのはちょっと思ったんですけど、はい、ちょっとエレキうるさいかなっていうのがあって、ちょっと目立ちすぎかなっていうのがあったんですけど、これうまいこと落とし込んだらすごいそういう風にロックでも落とし込める曲ですね。うん、めっちゃかっこいい。でもかっこいいんですよこれ、綺麗じゃなくてかっこいい曲なんですよ、うんうん、だから やっぱりかっこよさが際立つんで、いま、うん、だにお若い方、うん、これ歌う方たまにいらっしゃるんですよ。いてるいてるいてる本当に、うん、でもこの歌難しいですよ。でも若い女性にも結構この曲って支持されてるんですよね。そういやこれこの通りには絶対歌えないですから、ね、無理無理あもう歌えたら普通にデビューしてうん、うん、売り出せます。いけますいけますいけますこれ同じようにできたらね、うんうんうん、この質感出ないっすもんね、うん、だから石川さゆりさんが唯一無二な理由ってそこですよね。ほんでちょっとなんか ねこの歌の中に可愛い女の人が出るんですよ、うんうんうん、石川さゆりさんなど独特の可愛らしい声がねちょこっと入ってるんですよね、この中にも。元々の声が良すぎですもんね。良すぎです、可愛らしさもあるし、うん、ですごく色気も出る声なんで、そう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 、本当にこの声嫌いな人誰もおらんやろっていう。喋りあれで喋ら喋り声がすごいやん。そう横で喋られたらもん俺そっとするね、うん、でもそう考えたら石川さゆりさんもそんなに歌声作るなんかめちゃくちゃ作るっていうタイプではないですよね。あれもそのままでいってます ねこの方もストレートで歌われる方なんだなって、うんうん、だから意外とこれ ね前のその歌い方云々の動画出してるんですけども、はいはいはい、それで言えばビブラートしない族の方に入るんですよ。実は確かにそうですよね、演歌系なの。ほんまや、なんか演歌のビブラートってものすごい振り幅こうじゃないですか、うんうんうん、でこの振り幅にちょっと酔うみたいなところがあるんで、だからちょっと お若い方々が敬遠しがちなのそこですよね。聞いててあちょっとお腹いっぱいになるかなみたいなところがあるんでね、うん、ほんまにビブラートない。だからビブラートつけずにこれ歌うってめちゃくちゃここも強いですよ多分。いやねえ、うん、喉の筋力すごいですよ多分。女性でこれする人はあんまいないなっていう。だってこの人めっちゃパワーいるじゃないですか。でももう見るからにパワー系っていう感じの女性がカバーするんですけど、うん、あ一番難しいですね。なんか出し切ると楽なんですけど、うんうんうん、出し切るとダメなんですよ。ダメなんでその手前で止めなあかんのにめっちゃしんどいですね。それ一番筋力使うんですよ。この曲のこの思いを伝えるにはその何とも言えん感情をこう、うん、こぼしながら歌わなあかんやんか、うんうんうん、でも実際そういう歌じゃないですか、うん、もう本当にすごく憎たらしいけどでも愛してます あなたのことみたいなっていうところ、なんか日本人独特のなんかその感情表現の仕方がもうもろに出てる歌詞なんで、そこをなんかだから ねこれ若い人も多分これ演歌というポップスで捉えてる方があでも多いと思いますかな。そういう聞き方をしてる人は、うん、多いんじゃないかな。演歌って思ってないと思いますよ。これほんまによく聞くと本当にビブラート入ってない、ね、あそうだったわ、本当そこに全く何も気づいてなかった私あれと思うんですよこれ聞いた時に。あれだから気づかないやっぱり一期一会のその音の調整と音質調整ですよね。あれが細かすぎて全く単調に聞こえないっていう、うん、ねえこれはやばいですよ。この天城越えっていうのは本当にもう
これでも歌の曲おかしいな。だってね、あの私歌歌う時ってなんかこう軸をこう二方向に考えるようにしてるんですよ、うん、なんかこっち縦軸が例えばあの音量調整、うん、横軸が音質調整っていうのであるんですけど、どうしてもそれってなかなか普通のまあ大体上手い人とかでもまあ難しい部分はありますよね、うん、でこの 2D でできたらまあちょうどええわっていう感じなんですけど、うん、石川さゆりさんって 2D どころかもう一個の軸ありますよねみたいな、うんね、それで、まあ、いわゆるなんか他の歌い方を取り込んでくるっていう形じゃないですか、うん、音質以外に歌い方っていう、うん、3D で歌捉えてるっていうのが、うん、マジでエグいなって思いますよね。だからいろんな声色といろんな表現が頭の中入ってくるんで、だから、うん、私普通ビブラートあるなし聞くのに忘れてた。ほんまにこれだから普通ちょっとこれを普通の人が歌うとすごく絶対くどくなるんですよね。くどくなるかすごくペタっていう感じになっちゃうんですよね、うん、なんでこのご本人のってやっぱ一番聞きやすいじゃないですか、うん、なんでこんなに聞きやすいんかなと思ったらやっぱそこなんですよね。ビブラート入れてないっていうのもあるし、ビブラート入れずに感情表現してるんですよね。これ難しいですよ、ビブラート入れずに感情表現って。で結構ロングトーンのところもあるから、ね、そこってそのビブラート入れずにずっと伸ばさんといかんわけだから、一番しんどいやつですから、うん、でそれしながら、牙ってこう言うたら拳回さなあかんし、拳入れた後にささやかなあかんし、このオンとオフの切り替えをやんのが大変。 それとまあ、サイドにはもうあのクラクラの言い方、うん、クーって言ってラほぼで音出てないですよ、うん、でまたクーってまた出るでしょ、喉おかしいってなる、ね、普通は強弱というかこのエンジン回すのと引くのとそうこれを巧みに操ってるんですけど、ね、これ難しいんですよ。で特に拳回した後に普通にささやけって言われたら声ひっくり返ることが多い、ね、おかしいんですよ。なんかちょっと胃が痛むし出るとかね、うん、だってクーラークーできへんけどできないですけど、あれを一番ええ音に一番いいとこに全部照準合わせるみたいな、うんうん、やばっ、ガチの天才ですねこれね。え、あのここに別の人いてるんですね調節する人みたいな調節するちっちゃいおじさんがここにちっちゃいおじさんがこうやってるみたいな、ボリュームこらしてこう、あ、この手前これですねみたいな、やばいっすよね、うん、これでも本当にあのいろんな歌い方がここに凝縮ぶわって入ってるなっていう曲ですね、まあ、それがあの支持されてる、ね、うん、かもしれないですね、うん、そのいろんなこれ世代広いですから、この天城越えって聞いてる人が、だって私の世代でも知ってます、多分20代の子でも知ってますよみんな、うん、ほんで なんならその僕たちこのバンドやってる子たちが歌うんですよ、うん、歌います、よくやってるよね、やってますやってます、あちこちで、うん、それぐらいこう好まれる曲になってるんですよね。だって元歌が良すぎるから、良すぎる、かっこいいんですよ。だからめっちゃかっこいいやつってどうしても演者キスの人間ってやりたなるんですよね、うん、これでもすごいわ、曲もえぐいわ、すごい、そのイントロからもすごいなんなんこれってなんでこんなかっこいいのっていう、出てきた感がすごいですよね、ラスボス出てきたみたいなついにみたいなね。石川さゆりさんも俺コンサート行きたいのよね。いや私も行きたい、行きたいよね、これ生で聞いたらやばいっすね、いやーやばいわ、行きてーのよ、ほんと行きたい、音源でこうこんだけすげーってなるんですよ。そうそうそう、今まででも行ったことない系統やから、まあそうですよね、だって私もなんかこうやってちゃんと聞くっていう姿勢がなかったら、さらって聞いてるだけなんで、うん、いやこれコンサート行きたいな、ね、これ生で聞くとね、やっぱり音源とは違う音が聞こえてくるんで、うん、より凄みが分かるっていうね、うん、私絶対泣くわ泣くわこれは石川さゆさんはちょっといい、ほんまに行きたいな俺、どのジャンルでもいいから行きましょう、どれかね、ね、はい、はい、まあ、調べといて来年でもね、はい、そうですね、はい、はい、ということで、今回石川さゆりさんの天城越え、これ2018年に発売されたアルバムの中のね、ちょっと音源の方を聞いてみました、はい、はい、ということでこれぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは、もう一度見てよ、ありがとうございます。
はい、来年2023年2月4日土曜日、はい、なんと我々ルームさんが東京銀座でワンマンライブをすることになりました、はい、チケット発売中ですので、はい、よろしくお願いします。石川さゆりさんって俺でも数年前からずっと気になってたわ。あ、そうなんですね。うん、なんか NHK かなんかの番組でその裏の裏方っていうか裏の部分をやってた。ああ、はい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 、うん、でそのリハーサルの様子とかでそういうのを見てなんかめっちゃこの人すごいなってもう数年前から思ってて俺。でもまあなんやかんやそんなしっかり聞く時間とかなかったんけど、うん、でこうやって聞くとすげえなってこの人の細かいこの箇所細かいものすごい細かい。なんかこの一小節で歌い方じゃなくて、うん、一音ごとに音を変えてるんでね、そうそうそう、うん、これってできないですよ、うん、普通の人は。だってもうここの筋肉死ぬほど使ってるいうことじゃないですか、うん、これでも演歌界でもまれやからな、こんなにいろんな声出してね、うん、だからあのなんていうんですかね、これ言ったら語弊あるかもしれないんですけど、なんか演歌ってなんとなくみんな一緒な感じに聞こえがちなんですよ、慣れてない私たちにとっちゃ、うん、これでもやっぱり違う、演歌とちゃいますもんね、歌い方が、うん、これは違うと思う、うんうん、そもそも、うん、うわぁやばいなこれね、ほんと天城越え、いや私この最後の天城越えの歌い方とクラクラのところとクラクこれいやめっちゃ難しいっすよあれあれ、ね、なんか聞こえるようで聞こえへんような音すごいね、あの息というかね、なんていうんすかね、息入ってんねんけどそんな息っていう感じでもない、ね、そうなんすよ。でその独特の女性の感情の表現をあれでしてるわけ、そうもう息っていうかもう説明ができへん、なんやろなあれ、なんかあの吐息と言いますか、うん、いやでも本当にね、なんかいや鳴ってるようで鳴ってない音ってなんかもう表現しにくい音出せるってやばいな、ほんまやばいな。弦哲也さんっていう人が作曲家、はっ、あ、結構、あ、日本作曲家協会会長だって、へえ、音楽プロデューサーとか。でもこの曲もすごいっすよね、結構これあの、ね、これ俺ロックに聞こえちゃうのよね王さんね、よくね、これエレキで弾きたいなと思うね、曲やね、まあでもイントロとか最初の出だしのとこめっちゃかっこいいっすもんね、うん、このイントロも超かっこいい。まあ、帰ってこいよのイントロも俺あの好きな、ベン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 、もうあれはロックだぜと思ってるから俺もうこの天城越えもロックだぜって思うもん。まあでも実際演歌畑の方ってロックとコラボされることって多いんですよ。八代亜紀さんだってコラボされてたじゃないですか、うん、ね、実はあのメタルと演歌の音階って一緒なんで、あ、はい、演歌のメロディーをちょっと早く崩して弾くとメタルのメロディーになるんで、あ、そうなんですね、うん、早弾きすると相性がいいんですね、相性がいいんですよ、音階が一緒なんで、なるほど、どっちかというとあのこうマイナー系のスケールになるんで、はい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 、まあ言うたら暗い音階にはなるんですけど、うんうん、でもメタルのマイナー系の音階と全くそっくりそのままなんですよ。なるほど、だからメタルのフレーズをこうバーって早弾きするじゃないか、それちょっと遅く崩して弾いてくると演歌になるんですよ。お、マジか、リズムだけをこっちの右手だけを変えると演歌になるんです。音階全く一緒やのに演歌になるんですよ。へえへえ、うん、マイナースケールでね、普通のマイナースケールで弾いてると、だから意外とそのメタルとかハードロックとかと演歌ってちょっと似通ってるところがあるんですよね、うん、なるほどね、普通にこんな曲でも演歌あのロックになりますし、
じゃあ一瞬ふっとなんかこう降りてきたんが孫っていう曲あるじゃないですか。あああああ。あれも早く弾いたメタルになるってことです。あ、なりますなります、あれ孫も。あれ誰だっけ孫って、どうせした逸見違う。あ、そう、なんかそう、大泉逸郎。あ、逸郎や。あ、やっと出てきた。こういう時なんか変に出てくるんだ俺。なんでこんなに可愛いのかよー言うて、あれをテンポ速くして、はい、エレキでガーっていくとメタルになります。へえ、そうなんや。はあ、面白いですね。音階は一緒なんでね、やっぱりそういう。はあ、だから僕は演歌はロックだと思ってるタイプなんで。演歌はロックだぜって。でもまあ、あの、言ったらいろんなその感情だったりとかっていうの結構ね、うん、いろいろ表現されてるので。でもこの石川さゆりさんの甘い声の歌い方ってもうこれ日本人独特よな。うんうん、これ外国でこういう歌い方ってあんまないからな。ないです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 。こんな細かいことやるっていうの、キュッてきれいに裏返るとかっていう、うん、あれも独特じゃないですか。独特民謡の、日本民謡の ね、そうそう、うん、そうなんですよ。真似あんま要せんけど、うん、はあ、でもほんまな、やばいな、全ジャンルいけるやんっていう。素晴らしい、はい、ということで、はい、お仕事でございました。ありがとうございます。寒い